ジャーンの書とは、ブラバツキー夫人が実在を主張する世界最古の写本。日本語ではドジアンの書、ジャーンの書、ツヤーンの書とも表記される。ジャーンの正確な応文表記はゼイアンである。もともとセンザール語という忘れられた言語の象形暗号で書かれたといい、多くのスタンザからなる。彼女の主張によれば、アトランティスの英知を伝える世界最古の書物であり、 中央アジアのとある聖地に霊的熟達者たちによって太古から保存されてきたもので彼女の所持していた写本はヤシの葉に書かれていたという彼女の著書の一つシークレットドクトリンは世界の覚醒典からの引用を含んでいるがそれだけでなくこのジャーンの書に多くを寄っているとしている同時代のアメリカの学者スピリチュアリストのウィリアム・エドワード・コールマンは シークレットドクトリンにおけるジャーンの書の内容は様々な文献からの寄せ集めに過ぎないと批判した。リチャード・ P ・テイラーは1999年にブラバッキーの仏教の再検討研究の結果としてシークレットドクトリンの記述は当時の西欧の仏教に関する様々な文献、知識の引用でオリジナルのチベットタントラ文献に基づくものとは言えないとし、 シュラー・ギント・バイトのザブッディズム・オブ・チベットに最も多く一挙していると述べた。シークレット・ドクトリンに記されたジャーンの書の内容が実際には何の資料を下敷きにしているかについては様々な意見が唱えられてきた。コールマンは H.H. ウィルソン役のビシュヌ・プラーナとアレクサンダー・ウィンチェルの世界生命、あるいは現代地質学がシークレット・ドクトリンの 主な天挙であると論じている。H.J. スピロンバーグは、1975年年に、シークレットドクトリンの種本とされる、ジャーンの書が、ヒウ、テというチベット仏教タントラであることを突き止め、デビット・リゲルとナンシー・リゲルの夫妻も1981年に、同じ結論に達している。リーグル夫妻は、ジャーンの書は失われた、根本自輪タントラであり、その最後の第五部に見られる、 サンスクリットのジャヌナから来た言葉だとし、ブラバッキーが意境したチベット文献はあったとした。クトゥルフ神話にも登場している。ミスカトニック大学や星の知恵派教団が栄えたプロビデンスのフェデラルヒルの教会に一部ずつ所蔵されているという。ロバート・ターナーは、ジャーンの書が本物なら、ネクロノミコンの原点であるかもしれないとしたが、コリン・ウィルソンは偽物であっても過程は、成り立つとしている。 吉永、松田1996、P211、大田俊弘、現代オカルトの根源冷静進化論の光と闇畜馬処方、2013年 AB 横山茂雄、性別された肉体オカルト人種論とナチズム、諸子風のバラ、1990年 ABC 過ぎた2015、青新社、暗黒神話体系シリーズクトゥルーニ諸終林、カーター、 クトゥルー神話の魔術書学研 M 文庫魔道書ネクロノミコン序文86ページありがとうございます